アヒルちゃんたち、今日はデリケートゾーンのケアについてお話ししていきたいと思います。まあ、デリケートゾーンのケアっていうのはね、このお風呂場で何度かお話ししてますけども、今日は中でも膣ケア、そのために今から私はとてもとてもプライベートなお話ししますけれども、みんな外では言わないでね。実は私シェリー、結構今まで感じたで悩んだりしたの。なんでこんなに振りかぶったのかよくわかんないけどシェリーのお風呂場。結構ね、女性で感じたで悩んでるとか悩んでたとか悩んだことがあるっていう人いっぱいいると思うんですけども、なんかやっぱそういう話ってすごいしづらいし、なんか誰にも相談できなかったり、なんか私だけかな、なんかあんまり不衛生にしてるからかなとか思ってる人もいるかもしれないですけれども、もうこれは本当に感じたに限らず、膣周りとかの不調っていうのはみんないろいろ、例えば周期によってとか、その時期によってとか、もっと言うと季節によってとか、いろいろそういうことの変化で起きたりするものだし、そういう不調が起きるのは全然別に普通のこと。ただそうなっちゃうと、デリケートゾーンの不調って何を、不快って何をって言ったら、まあ、よくあるのは例えば痒みだったりとか、乾燥だったりとか、匂いが気になったり、織物が増えたり、そういうことをこう、まあ、ざっくり不調っていうふうに今日は言いますけれども、そういうことがあるとやっぱり仕事しててもなんかちょっと仕事に集中できないとか、勉強しててもなんかもう全然集中できないみたいなことがあって、気持ちいいものじゃないから、ちょっとでも早く治したいし、まあ、願わくばその不調がないようにしたいじゃない。だからそういうふうに不便だなとか嫌だなっていう感じたことある人だったらすごいわかると思うんだけど、そういう人は特にやっぱりこの膣ケアだったりデリケートゾーンのケアっていうのをちゃんとしていくと、なるべく自分らしくいられる時間を長くするっていうことにつながるよねっていう話なんだよね。で、私が初めて感じたになったのが、多分本当20代前半、下手したら10代でなったかな。ちょっと具体的な時期は覚えてないんだけど、とにかく若くて、で、かろうじてインターネットっていうものがあって当時 Google さんもあったかな、もう分かんないんだけど、調べて、やっぱり今みたいにいろんなきちっとしたそういう正しい情報のサイトばかりじゃないから、誰かが書いたブログとか、なんかこう経験者の出してる情報みたいなのしかなくて、そこで得られる情報って本当にすごかったの。例えば腸内フローラって聞いたことある？今でもすごいよく言われる言葉で、まあ、その腸内フローラっていうのを保つと、すごくいろんなことにいいよって、体の調子がいいと腸内フローラもいい感じだし、崩れるといい感じじゃなくなるしみたいな、超ざっくりの話だね当時からそれ言われてて、それがなんか例えば乳酸菌がいいよみたいな情報があって、ということは乳酸菌イコールヨーグルトだよね、じゃあヨーグルトいっぱい食べようみたいななんか、まあ間違ってないかもしれないんだけど、本当にみたいな情報があったり、そういう、なんだろう、本当にこう口コミみたいな、こう膣の不調はこういうことをするといいらしいみたいな変な情報ばっかりで、正しい情報が本当になかなか手に入らなかったんだよね。なので私はすごくいろいろ調べて興味があったんだけど、その中で自分なりにこうふるいにかけて、産婦人科にも通ってたので、産婦人科の先生にこれってどうなんですかって相談したりとかして、自分なりにやってた当時のケアっていうのは、一つは洗いすぎないとか、もちろん中は絶対に洗わない、なんかすごい私今グイーンと右に動いてたね中を洗うと、これは前もお風呂場で話してますけども、膣の中を洗っちゃうと、pH のバランスだったり、いろんな中のバランスが崩れちゃって、より不快になったりとか調子悪くなったりするので、中を洗うのはブブ。この辺の情報は以前除湿の話でしたね、洗い方の話、これよかったら見てみて。この洗いすぎないとか中を洗わないとか、あと一個私は、あ、そうなんだと思ったのが、清潔に保つのももちろんそうなんだけど、しっかり乾燥させる、これもすごい大事なことなんだって。ちょっとこう湿ってたりとか、湿気が閉じ込められる状態が長く続いちゃうと、これもやっぱりよからぬ細菌が元気になっちゃったりとか、いい菌悪い菌のバランスが崩れちゃったりとかっていうことがあるみたいなので、例えばお風呂上がりにしっかり乾かしてから
パンツを履くとか、パンツの素材もコットンだったりシルクだったり、こう天然のものに変え、通気性のいいものに変えた方がいいとか、あとは生理用品の織物シートだったりとか、そういうものの素材をちょっとこうちゃんとチェックしたりとか、なんかこういうことをすることでいい状態が長く保たれたり、私はそれを結構20代から気にしてたかなっていうところなんですけれども、チツケアっていうのはいろんな商品が出てるんですけれども、今日はその中でも、あ、これは新しいっていうのをちょっと紹介したいと思います。それがこの私が持っているココラクトっていう、この感じって、え、もしかして、そうなんです、サプリメントなんです。え、チツケアで飲むってどういうことって思うじゃない。これは後で説明するね。そもそもこれはサプリメントで、まあ、普通に口から飲むもので、飲んでると、まあ、膣の調子を整えられると。でこれね、何がすごいって、機能性食品の表示があるんですけれども、この、膣内の調子を整えるということを、ちょっと待って、ちゃんと言うね。実はこれが膣内の調子を整えるって書いてあるんですけども、膣内の環境を良好にし、膣内の調子を整えるということが報告されている日本で初めての機能性表示食品なんです。すごくない？でこのなんか中に入っている GR1 と RC14 っていう乳酸菌がまさに膣内の環境を良くしてくれることが、まあ、報告されているものなんですけども、それがバッツリ入ってるっていうやつらしいんですけども、今日もお話ししましたけど、この膣ケアとかこうデリケートゾーンのケアって、やっぱりこう外側からアプローチするものってすごく多いと思うんだけど、これはだから飲んで中からアプローチするっていうのがすごい新しいなっていうのと、あと、1日1粒でいいんですって。でこれもいつでもいいみたい、別に食前でも食感でも朝でも夜でも。ちょっと見る、どんな感じか。ザンザン、こういう感じの錠剤なんですけども、でちなみにこれ知ってる、錠剤ってどうやって飲んでる知ってる、錠剤の飲み方。これうち の姉のデニースが言語聴覚士っていう仕事をしているんですけれども、病院のリハビリとかねやったりしてる人なんですけども、こう私もずっとそうだったんだけど、錠剤とかサプリとかって、こう例えば私も一気に飲んじゃうんだけど、ガバって口に入れて、例えば水入れて、こうクンってこうやって飲まない？ブブブブって振りかぶることもないんだけど、なんか本当は喉のこのここのね、通り的にこうやって上に向くと閉まっちゃうから飲みづらくなるんだって。だから口に入れて水入れるじゃん。でもこの状態でまっすぐ見た状態でごっくんするのが一番通りがいいんだって。知らなくない？絶対上向いちゃわない？上向く方が飲みづらいんだって。これちょっとプチ情報なんだけど、そう、まっすぐ前向いてごっくんってした方が、よかったらココラクト飲むとき試してみて。そうそうそう、なのでこれは本当に1日1回飲むと直接膣に効く。でも何何、錠剤が膣に効くってどういうことって思わない？だって飲んだやつがこう喉通って、胃を通って、あ、腸を通って、いつ膣に行くのって思うじゃん。説明しよう。覚悟しといて、これはまたシェリーの手書きだよ。もうアヒルちゃんたちは知ってくれてると思うけど、シェリーってすっごい絵が得意なのね。見ながらでもこんな感じになるの、メンゴ。だからなるべく想像力を働かせながら話を聞いてくれる？じゃあせっかくだからアヒルちゃん使うね。ビビ、これが体を横から見た感じ、想像してみて。だからここがお尻よ、お尻、これ足の横みたいな感じで、子宮でしょ、でここが膣で、膣の前にこの膀胱とね、尿道口があるでしょ、で後ろに腸があって、それがお尻の穴につながってるでしょ。ここまでは分かる？ついてこれる？分かんない人は後で自分で検索して調べてみて。なのでサプリはこう腸を通って最後お尻から出てくじゃない、これお尻ね、で、お尻からうんちとして出てくじゃない。そうするとこの、うんちをきれいに拭いた後でも、ここにはちゃんと GR1 と RC14 っていうのが残ってくれて、残るだけじゃなくて、この子たちがこの4センチの距離をチク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 
って移動してくれて膣の方に来てくれて、なんとそこで膣の環境を良くしてくれるんだって。すごくないね、画期的じゃない？すごいと思うんだけどこの仕組みで。ほら久しぶりにクレパス使ったからさ、なんかこう書き方忘れ、見て手でめっちゃここちょっとにじましちゃったけど、わかるかなね、こういう仕組みなんだって。だからちゃんと膣に働きかけてくれるサプリなんだって。だからこの2つの、GR1 と RC14 っていうのが生きたままちゃんと膣に届いてくれるから、それが結構すごいことらしい。まあこれね、実際1日1回でいいし1粒でいいんだけども、すごい飲みやすいし、まあ、あとは本当に普通に普通の食事をとって普通に生活してればいいっていうものなので、生活に取り入れやすいなって私は思うんですけれども、産婦人科でも結構おすすめしているものらしいので、産婦人科でも売ってたりするんですけども、もうすぐに欲しいわっていう人はこの動画の概要欄に商品ページを貼り付けておきますので、よかったらそちらからピヨッと飛んでみてください。まあ、この膣ケアっていうのはね、いろんな方法があるし、自分に合った方法で自分の生活に合った取り入れ方で、不調が何にもないんですっていう人は必要ないかもしれないけど、なんか不便だな嫌だなっていう人はこういう方法もあるので、よかったら試してみてください。ということでですね、このココラクトに入っている GR1 と RC14 っていうのが生きたまま届くといいらしいよ。リクエストにお答えして発音よく言ってみました。マクドナルド、マドンナ、リクエストで多いトップ2レオナルド・ディカプリオ、ディカプリオ、ごめん間違えた。引っ張られちゃったそっちに。ということで今回も動画を最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらこの動画のいいねボタンを押してくれるととてもとても嬉しいです。そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画についてどう思ったか、ぜひねコメント欄に書いていただけると嬉しいです。それを読んでまた今後第2弾やったりもしますよ。ということでまた次回お会いしましょう。バイバーイ。